リプロ保育園園長安田です。さあ本日のゲストは日本最先端の保育士だと言い切っちゃいますね。はい、保育士起業家であり大人気で予約待ちの親子保育園を立ち上げられました小竹恵さん、そして小笠原舞さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。親子保育園は従来の園とは違って親子で通っていただく、10回卒園型の、親子講座のようなものなんですね。あ、なるほど。その中で、子育てに必要なことを学んだりとか、あとは、まあ、子供も親も成長し合うっていうことが、まあ、起こっていくんですけれども、親御さんも一緒に保育士さんと子供を見るんですよね。はい、保育園だと親御さんが、まあ、行ってらっしゃいってして預かるんですけど、やっぱそこの中で起きている出来事が、まあ、素敵すぎて例えば、はい、子供たち同士で、はい、一生懸命会話をし合いながら、うんうん、一つのものを作っていたりとか、うん、言葉じゃない会話がそこで起こってたりとかね、うん、そう、本当に保育士さんに聞きたいことっていっぱいあると思うんですよ。だそれを見れて、あ、こうやればいいんだって実際に体験できちゃうんですよね、うんうん、そうですそうです。しかもそこにね、子供がいて、その瞬間も共有しながら、どのシーンでどう言ってるっていうのまでやっぱり具体的に見てもらえると、うんうん、やっぱり連絡帳で書ききれないこととかたくさんあるので、その素敵な出来事が、うん、うわそうなんですよ。それをこうライブを一緒に楽しむ感じで、うんうんうん、やってます。その親子保育園の独自メソッドが詰まったこちらの本をご紹介したいと思います。私もね、あの読ませていただいたんですけど、ございます。もうびっくりしました。子どものためにしなくていいことがこんなにあるなんて。早速ちょっと中身をね、あのいくつかご紹介、はい、抜粋してご紹介したいと思います。子育てが楽になるたった6つのしないことっていうのがあるんですね。1、子どもに全てを教えない。2、してあげなきゃリストを作らない。3、生活リズムに縛られない。そして4、いつも笑顔じゃなくていい。5、子供を 100% 愛そうとしなくていいそして6が、子育てに軸はいらない。パッと見ると、あのママたちにとってはすごくセンセーショナルな単語にも一見映るかもしれないんですけど、読んでいくと本当そうだなって、もう衝撃で特に私、あの4番のいつも笑顔じゃなくていいっていうのがもう胸に刺さって、笑顔じゃなくていいって言ってもらうのが、子供たちとの世界って元気とか笑顔っていうところが歌われすぎちゃってるんですよね。逆に笑顔元気っていうところばっかりにフォーカスすると、はい、自分が本当は悲しいこととか、うん、本当はモヤモヤしてる気持ちとか見えなくなっていったり、うん、隠してしまったりとかってなっていってしまうと、結局自分が本当は何が、ね、大事だったかなとか分からなくなっていってしまうんですよね、うん、なので、まあ、あの自分の気持ちっていうものが一つ一つ大事だよっていうことを伝えるためには、やっぱり大人こそがいろんな気持ちを大事にしているっていうのがすごく大事なんですよね。さあそしてですね、もう一冊なんと本を出されるということで、はい、おなじみ桑畑理恵さんがね、はい、帯もコメントされてて、はい、ありがたいですね。え、中も私ちょっと拝見させていただいたんですけど、うん、ありがとうございます。涙が出ちゃう、あ、もう子供の世界に入れるんですよね。今日はですね、小竹恵さん、そして小笠原舞さんにお越しいただきました。お二人ありがとうございました。皆さんコメントありがとうございました。またね、バイバイご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。
パソコンからご覧の方はこちら、そしてスマートフォン、タブレットからご覧の方はこちらの下からチャンネル登録をしてくださいね。ぜひまた見てください。